桐気力5個買うか <laughs> 5個ですか5個五個買ったよあ<ー>電気を <laughs> 1>, <laughs> 1個は葛西君たちにもあげようかなと思ってああそういうことストレッ、ね、優しいねん、うん、そこはマジでいらないかなと思ってたんだけど、うん、これをね店舗側のライトを倍にすると倍にします増やして、ね、8個にしよう、うん アッコどうつけるかだな <laughs> 寄ってるな <laughs> これから散らすんだよそうなんだこれで完成じゃねえよ <laughs> マジかちょっと思ってたんだけど これから散らすのかこれからこれからよ仮置きかマス目欲しいな上にこういうのやるなら俺等間隔に結構置きたい派だからさうそうだねどうだいまあまあまあ増えたから<う>仮これで、うん これで明持ち返したらあ,あ明かり意味あるんだってるしょ確かにねこれで売り上げが2ドル以上上がればいいわけだから電気代に2ドル 2> <laughs> そう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 、うん、前日1700台だったからねそう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 、うん、1800ドルになってくれればねどうなるかなあ火災エリアの補充してない、まあ、補充しながら過ごすか お電気つけますかじゃあ五時どうだ点灯おお<ー>明るい違うねあこれはだいぶ違うなお店っぽいなんかうんこれは明確に明るいね <laughs> <laughs> 確かにお店っぽくなかったから昨日わ<お> <laughs> かるそれはわかるいいんじゃないですか。 いいですね確かに元の光量だとあの実家のトイレぐらいの光量だったから実家のトイレああ4つ時代4つ4つ時代今はまあまあ悪くはないねうん悪くないね明るいねだいぶ <laughs> 明るいね <laughs> 明るい変わるもんだねうん

まあ今日はこんなもんすかね、うん、営業自体はねさあ売り上げはどうかな,うかなほっ上がっててほしいなほら上がった、まあ、明るい方がいいのか <laughs> <laughs> 明るさ関係あるんじゃないの<お>これなるほどね202020 2020ありそうだねうん250ぐらいはアップしたようん となるとさもう一個やりたいのはああでも<い>あれか<ん>2日前と比べるとうん、下がって。るね、うん、1>, なんか1日の村なのかもしんないけど、小麦粉が値下がり値下がりだけはやだね。うわ <laughs> うわ値<ー>上がりしてくれればさ、値上がりもあればまだ我慢するけど、で電気代がどうなるか。そうね。 あ、ねあ,まあちょい上がったかそうだね2ドル上がった一1個あたり、うん、ドルもしないね、うん、でそうなるとね俺がもう1個試したいのは、うん、次は朝からつけようかっていうこれああ<ー>1日点灯そうねってたもんね 5時からと言いつ,つ大体5時40分ぐらいにつけてま、ねうん、もう6時に近いまで消してたから <laughs> 確かにそれやってみようよこれ1日つけてみて、うん、ねまあ普通お店って電気消えてることないからね, <laughs> ね <laughs> 日が暮れたからつけようなんてことはしないんですよ、うんね、部屋だもんね、うん、どっちかっっそ,それやるのは家だもんね <laughs> <laughs> 店はついてるもんだから営業時間はね、うん、よしじゃあオープンしますよ今日もうんオんえン、ー、えか朝から明るいね明るいね店っぽい <laughs> よりおよりねそうそうそう <laughs> その一言大事よ、うん あれ今まではって思っちゃうからやっぱこちらとしてもそか負債があと5167ドルあ <laughs> あと3日だな3日で5000ドル返す必要があるな、うん、まあまあまあ返しちゃえばねうんどっからね返しちゃったらその後めっちゃ楽だからさ、うん、あと3日じゃないかまだ何日かあるけど余裕は 今日も9時かうん9時になったねで1日電気つけてみて明日の電気代と売り上げ今日の売り上げがどうなっているかだね、うん、結構営業中も発注しちゃったから売り上げの正しい数字はわかんないもんね今んとこそうだねで最後かな閉店かなこれで今日は 1日を締めるようんどうかなおお伸びたじゃねえかなんか売り上げいい気がするな331だやっぱこれ最高売り上げじゃないあかりか最高最高うんそうだねこんだけ売れてくれるならキャンディーと食器洗い機。にるら試してよかったでしょこれさじゃあさもう倍いくのどう ありだね電気代ちょっと上がったかでも結構上がった,がった、ね、20ドルぐらい上がったのか、まあ、1日つけっぱだからな実質今までって多分34時間しかつけてなかったから1日 1>、うん、でもね売り上げの幅を考えたら全然、うん、そうですね300増えたからねおお 300、そうなんだよね。補充してみて余裕があったらやるか。真っ暗な時と比べると600上がってますから、売り上げ。それはそう。<laughs> <laughs> じゃあ、今、9個ある。<laughs> いいね。 確かに今はすげえ明るいけどやっぱ夜になるとまだちょっと暗いなっていう俺の基準からするとまだ暗いなって思ってたからおお <laughs> ーッてきてる <laughs>、まあ、いい感じに配置しますかいい感じに配置しましょうまずは <laughs> どうだい <laughs> <laughs> キモいな <laughs> 明るいな <laughs> いやめっちゃ明るくなったねこれは眩しいぐらいだね、うん、8時でこれはすごい、うん、これはもう店舗を超えた何かだねもう, <laughs> うねこんな明るいお店なかなかないからこれはすごい,、ね、い,いめっちゃいいよやっぱり人間はね明かりに引き寄せられる習性がありますから、うん、そうでね、うん 明かりに安心を覚える、ね、そうそうそうからね本能的に本能的にね、うん、太古の記憶が呼び覚まされる感じするよその店 <laughs> これでいくか売り上げ上がってそうだけどね上がってるともう借借金,金も返してなお余裕あるしなうん あと2日でなんだかんだ余裕持って返せそうだな、うん、借金はよかった色々いろいろ試すこともできましたしねね検証ができているのがでかいな、うん、もう気づかなかったらずっとねスポットライト4つ編成で行ってたもんねそうだよスポットライトつければつけるほど売り上げが上がる可能性があるからな <laughs> 今 <laughs> ようやく気づいたからねそこにね、うん いや結構いってると思うんだよね今日2500超えてんじゃないかなありそうそうなると電気は1日つけておいた方がいいのかっていうね、まあ、電気代もその分多少上がるがそこそこはもう見えててまあ今日は終了かなこれでおどうだ まあ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 9個と19個ではあまり大きな大きな差は見受けられないパスタツナバスマティーライス、うん、バスマティーライスまた値下がりしたのか <laughs> 問題児だね物価の問題児だね短い栄養だったなパスタも下がる でツナが値上がりだね、うん。光熱費多分上がってるよね。光熱費は上がったかなすげえ、ナ2ドル上げられたよね。光熱費113ドルだね。うん、ねまあ、ビビったるもんではあるな。まあね。うん、多分お、お店の広さによって最低限これぐらいの香料がないとみたいな。 ありそうだけど増やせば増やすほど売り上げが伸びるわけではなさそうだなかったねこの人だなこの女の人、うん、牛乳あ,あちょっとっ <laughs> 忙しい <laughs> 4つだなやっぱ4つ買ってくれる人を待ちたい何を買うつもりで来てるかを見たいねそうなんだよな、うん、じゃこの人だクリーナーだ来たあーくそむずいね難しいな それがうまくいったとして今後継続的にできるかっていうとそれも無理なんだよな、うん <laughs> だね、難易度が高すぎてそうだ、ね、10ドルぐらいじゃな、うん、1000ドルい,きたい、ね、そう、そこを1000ドルにできるんだったらやる価値はあるんだよな、うん、<laughs> <laughs> 一気に借金返せっから確かに、まあ、あとはもう1000ドルを一旦コピーで用意しといて、はいはい、すぐペーストできるようにしとくとかね、うん <laughs> よし電気はつけれる、うん、<laughs> 倍増やしする前の朝から電気つけとく戦法の時が一番売り上げは良かったので、うん、それに戻したと電気高熱費も多少抑えられるからね、うん、抑えられるでしょうで、まあ、テンポ拡張していった暁には処分はしてないんで、ねうん、ここに10個余ってるライトを使っていこうかないやー効率的なプレーだよ 恐るべしだよこれは素晴らしいねここまで検証はなかなかしないでしょうな <laughs> 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 ダンボールの山は最終的にどうなるんだろうね分かんないわかんないね見えないよね完成形がただねちょっと、うん、あの整理した 俺がレイアウト変更したじゃない、うん、裏作業で、うん、その頃からちょっと感じ始めてるんだけど、うん、若干のカクつきがあるんです、ね、<laughs> <laughs> それはやばいな <laughs> <ー>それはそろそろうん、うん、まあこれこれの影響じゃないかもしれないんだけど <laughs> <laughs> 確かにねうん その動,画に動画とかプレイにまだ支障はない程度だけどやってて分かる程度の格付きはねちょっと感じているんだよね。やばいね <laughs> いつ言おうかとは思っていたんだけれどもこれ以上に増やすんであれば、うん、あの俺のパソコンを買い替える必要が出てくるよね。<laughs> いいやつだよね。より高性能なものに。うん ただ9時かこ,これをさ、うん、片付けようってなったらさ、うん、それまた裏作業裏作業だね <laughs> いや嫌なんだよな <laughs> <laughs> その裏作業楽しくなさそうなんだよ <laughs> そ,れ <laughs> それだけは裏でやってほしいねいやーそうだよね <laughs> これを積み上げて屋上まで行ってみたいっていう自分ももちろんいるわけでさ <laughs>、ね、そうだね屋上まで行けそうだもんな、うん、そうなんだよ、うん、屋上まで行くのが早いか俺のパソコンが悲鳴を上げるのが早いかの勝負だね、うん、よし2000ドルいくし借金返しますかうんいいねうん 払いあっていうかあれだよ、うん、あ,あれなんだねあの借金さここに最終日の返済用のこのなんか支払い証明書請求書みたいなのが来た時点で次借りられるみたいねあそうなんだ、うん、えー、なるほどね,ねお借金で借金を返すみたいなのこれ側じゃないんだうんそうみたい、うん、まあまあまあちょ最悪借りて返せたな <laughs> 最悪は、ね、うんおこれででもうんれこれで完全に借金なしここの請求書はちょっと貯めたけど、うん、まだあと2日あるから <laughs>、うん、まあこれでねちょっと蓄えを作って、うん、次の一手を次の打つ感じですかね拡張していきたいですね火災ストレージの仕入れがああやっぱないね <laughs> ちょ借金しますか <laughs> 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 仕入れのためになラッキンしないと仕入れられないね <laughs> そうだねまあ明日営業しながら品切れしないようにちょこちょこ仕入れていく感じですかねうね、うん、どうしますか録画は切るか今日は割っとくかもうちょっとやるのかもう一日だけやるもう一日やりますかじゃあ まあちょっと裏作業で次の一手を打てるところまで蓄えしておいてもらってもいいけどな、ねうん。そうしようかなんか、うん、回路ソフトとかと違って途中でイベントないからね全くない <laughs> <laughs> あじゃあ、ね、ある程度目標金額決めてそこまでっていうのは全然やりますよそのその作業楽しいしな変わんないもんね多分、うん 延長視んだと何ら変わらないよ撮ってるときとねもうん、続ける押すよやっていきますかね今日ねやりましょうかちょっと裏で詰めてくれたんでしょうそうですねちょっと進めました夜から再開なんだ、うん、今閉店後やねあと、ちょあったあった <laughs> めちゃ <laughs> <laughs> なんだ <laughs> <laughs> 待ってすげえ変わってる気がするな全然全然変わってないんですけど <laughs> そうなのあの裏作業でさ借金返し終わったけど、うん、あの次を導入する前にいろいろ稼ぎがいるってなって裏作業になったじゃないですかそうだねあれ客来ちゃったごめん富士になっても入ってきたりするからね,ねこの人の人対応して で営業してたのよ普通にうんうんそしたらねあのレジ2台あふれちゃってあーああ本当だそうだねうんので3代目を店長レジミラーじゃないやつかミラーじゃないやつだねやっと戻ってきたよここに <laughs> ついに使えたよたんうんだからこの初代葛西くんじゃないか 3代目か <laughs> どれがさ分か, <laughs> かんない分 <laughs> かんないんだけど <laughs> どっちがどっちかは覚えてないんだがうん、うん、隣にそれが初代笠井君じゃないそうか初代笠井君でミラー型レジを使ってなかったかい、うん、ミラー型のレジを使ってたのはあなたうあそうかそうか,だからそれを3代目に譲り渡したんだそうだ,そうだね,うだねじゃあ店の、うん、店の設備として増えてるのは 3代目のレジぐらい、ね、そうです。か、う、ね、ん、あとあの、冷蔵庫1個増やした。冷凍庫か。冷凍庫。あのうん、鶏肉が売り切れちゃって。はいはいはい。んで、鶏肉用に1個増やしました、冷凍庫。<laughs> 俺がすげえ変わってるなって言ったのがそこなんだよ <laughs> <laughs> そこは触れて大丈夫なやつかい。触れて大丈夫ですね。これは、あのー。それ何 はね、じゃがいもとトイレットペーパーなんだけど中身はああはいはいはいあのね店長直轄エリアのやつだねただねここにあるのは別に在庫として置いてあるわけじゃなくてなだれが起きましてあっすごいねえ 何にも気にせずにポイポイしてたら <laughs> 入り口が埋まって段ボールで <laughs> ええー、そうなるんだ、うん、もうこの段ボールで何秒包みを、うん、包みを作ったってことそういうことダン、えー、段ボールかき分けて店長が外出ないといけないような状態になっちゃって一回あれ,あれか信玄包みならぬべか包みってやつそういうことだねできたねあ<ー>人は石垣じゃなくて一人で独力で作りましたけどね <laughs> 縦とは石ね押され,れてきててダメかもしれない <laughs> 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 じゃあ二重にしないといけないな堤、うん、もそうするかああなるほどね「考え考えかんにとるスーパーの歴史は考えの歴史とも言うからなそうだね、うん、自然との戦いだからやっぱりなるほどね,ーーね理解できたわ で、お金が今9300ドル以上あると。食べましたよ、9300ドル。すごいね。うん、いくらでも手が打てますね、これで。これは漂白剤だね。あー、漂白剤もね、現在見てます、ね、今日値下がりしたからいっぱい買っといた。いまだにその手法やってんだ。<laughs> <laughs> 一回ね。<laughs> あれだけ痛い目見て、<laughs> まだやってるんだね。まあ、当たるときは当たるもんね。そ,そ,その手法もね。うん。うん でも変わったのはそれぐらいですかね、葛西君たちも相変わらず頑張ってくれてて、うん、あとね、もう1個気づいたことがあったのよ、やってて、うん、今、レベル29で、レベル30になると、葛く、うん、君5人目が雇えるんだけど、<laughs> レジの葛西君、うん、このね、うん、必要条件のところに、うんうん、必要な店舗レベルの上にチェックアウトを完了しますってあるでしょうあ。ある、ね、あ,あるるねのよ これね何かと思ってたらあの店長のレジ打ち回数だわあーそれもあるってこと理想見としてレジ打ちを100%葛西くんに任してると、うん、増やせないんだねレジがなるほどね。あこっちの補充葛西くんの方はストレージを増やしてラックを増やすだけでいいから楽なんだけど、うんうん、金で解決できるとそうちなみにこれは店長の 経験値が必要になるんだ、ね、そうだ足りてないうん、足りてないんだようん今はね、あのー、レジ打ち火災完全に閉じて<あ>店長人一人で <laughs> 裏作業中はね裏作業中は全てのレジを店長が裁くっていうそれでも足りてないんだね足りなかったね店長の貫禄の裁いた客数を見てくださいよ次の日行くからさ あ見ようこれだああやってんね三3396収入す,ごいしすげえななんかね値上がったな客数が顧客数が50を安定して超えるようになってて、えー、特に在庫とか何もしてないんだけどああやっぱレベルなのかね店舗レベルの上昇でお客さんも増える気がする 切り上げドル法の成果は分からないんだけど半数以上のお客さんが見つけた商品が高いとのたまった、うん、<laughs> いいはずなんだけどねおかしい、ねねうんだけね何に文句言ってるのか分かんないんだよな葛西くんゾーン補充火西くんのストレージもね 2>,、うん、あの2日に一遍補充でいいかなと思って、うん、今日は うん。今日はこっち半分を補充、明日はこっち半分を補充、<laughs> どんどんシステマチックになっていってるな、<う>経営が、そうでしょう、うんなるほどね、まあ、いろいろ、いろいろと試しながら、試行錯誤しながらの日々でしたよ。<laughs> 10日ぐらいプレイしたかな多分結構経ったね、うん、まあでもそうだよね9000ドルま <laughs> ってるもんな <laughs> いろいろやりたかったからさえ何するま,あまずはライセンスじゃないかいそうだね、うん、2>, 2つ買えるんだ今そうなんか冷凍っぽいんだよなムサカとかムサカが分かんないけど寿司とかムサカなんだろうね分かんないねグラタンねグラタンとか冷凍っぽいよねねムサカ ジオン軍の戦艦かな <laughs> 軍事兵器っぽい名前ではあるわあギリシャ料理だってへえ<ー>鍋にバターを入れてみじん切りにした玉ねぎを加えてしんなりするまで炒めるあごめんこれレシピだわ <laughs> 作り方だったわあなんかちょっとラザニアっぽい感じのおおそれだけ聞くとうまそうですけどねうまそう見た目 ラザニアっぽくてまずいことはないだろう。うん。ライセンス。なんなら店舗拡張、ストレージ拡張、ライセンス、全部いけるんじゃないかと、俺は思っているが。<laughs> 本当にいけ,いけるんじゃないかい別に。ダメなら借りればいいし。まあ確かにね。そのために作業してもらったんだからな。そうそうそう。ちょっと一発。 行きますか全部導入しますか<部>じゃあ